ご覧いただきありがとうございます。賃貸のマスキーイメージキャラクターのマカスくんです、今回ですね、ご紹介させていただきますのは、こちら、ミカドビルさんのご紹介となっております。3LDK のですね、大変広々とした間取りです。まずは玄関ですね、シューズボックスも、置ける広い玄関スペースから、入ったところがすぐですね、リビングスペースとなっております。こちらですね、もうダイニングテーブルもしっかり置けますし、まあ、食器棚や冷蔵庫もですね、十分に置ける広いスペースとなっております。そして流し台がですね、非常に大きいのがマカス君のおすすめポイントとなっております。こちらですね、シンクが2箇所こうございまして、まな板を置けるスペースもね、非常に広いです。コンロはね、2口タイプのものがしっかりと置けるようになっております。キッチンにも窓がございまして、上にもですね、こういった収納扉が、ありますので、かなりね、これだけでも、なかなかのね、量が入る収納となっております。で、ここがね、ドーンと、大変広くなっておりまして、コーナーにですね、洗面台も独立で、ついております。非常にね、こちらも大きいものとなっておりますね。そしてこの気になる扉ですね、こちらを開けますとバルコニーにね出ることができます。和室からもね出られまして、そしてなんとこの、目の前ですね、こちらは近鉄奈良駅の方からですねぐーっと、伸びて伸びて続く、商店街アーケードとなっております。すぐですね、もう建物の入り口を出たところが商店街というですね、もう奈良の雰囲気を味わえる、非常に珍しい立地にあります物件ですね。そしてこちらが、お手洗いとなっております。洋式の便座でね、大変使いやすそうです。ここもね、窓がついております。そしてですね、こちらが、室内の洗濯機置き場ですね。でこちらが浴室、ここもですね、明るいように窓がついております。追い出し機能もついております。深々とした湯船でしっかりとですね、体を温めていただくことができます。はい、お部屋がですね、たくさんございますので、どんどん、参りたいと思います。こちらですね、4畳半の和室のお部屋ですね。照明、そしてですね、エアコン。こちらにございます。窓も非常に大きいですね。ここもですね、扉がありまして収納スペースとなっております。そしてですね、こちらの和室なんと、8畳というですね、もう印象としては旅館のような、広い畳のお部屋となっております。窓が2面ございまして、ここからのですね、眺めも非常にいいですね。そして押し入れもですね、約畳1枚分の、広さとなっております。上までですね、収納ができますね。そして最後にもう一部屋、こちらは洋室タイプとなっております。このですね、収納もこちら1軒半という大きさですね。ドーンとこれだけの収納力となっております。しっかりね、ご家族で住めるだけの広い収納スペースが完備されております。南の方にですね、このように窓がございまして、日中はですね、このようにお日様が入ります。明るいですね。そして、西の方にですね、キッチンからも通じておりましたこちらのバルコニーとなっております。非常に視界が良好で、気持ちの良い眺めが、おすすめの物件、ミカドビルのご紹介でした。マカス君からのご紹介は以上となります。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のマスキではネット予約サービスなど様々なキャンペーンを実施しております。皆様の部屋探し全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。